クリスティーヌ・ド・ダヌマルクは、ロレーヌ・公フランソア一世の日。デンマーク王・クリスチャン二世とイサベルでアウストリアの娘。デンマーク五名は、クリスティナ・オレンボー。イタリア五名は、クリスティーナ・ディ・ダニマルカ。1521年、デンマーク王・クリスチャン二世とイサベルでアウストリアの罰子として、デンマーク・フィウンニュンと乳房で生まれた。百二十三年、父が廃位された後、一家で、 フランドルへ亡命。困窮を見兼ねた王馬、マルグリット・ドートリッシュに、子供たちは引き取られ、カトリック教徒として養育された。1533年9月、ブリュッセルにて、ミラノ公フランチェスコ・ニセイス・フォルザと代理結婚。翌1534年ミラノに入り、5月4日に、正式な結婚式が行われた。しかし1535年に死別したため、帰国。 1538年、ブリュッセルの宮廷にいたところ、ドイツ人画家ハンス・ホルバインと面会する。彼は、イングランドの宮廷画家であり、ヘンリー・パッセイは1537年に3度目のヒジェーン・シーモアと死別していたため、ふさわしい花嫁を探す密命をホルバインに課した。ホルバイン作の肖像画には、彼女は、模服姿で描かれている。イングランド大使を通じて、 ヘンリーから求婚されたクリスティーヌだが、ヒへの虐待がすでにヨーロッパ中に知れ渡っていたため結婚する気はなく、私に二つの頭があったら王と結婚いたします。と、やんわり拒絶した。ヘンリーの結婚申し込みがなくなると、1541年6月10日にクリスティーヌはバールコー・フランソワと結婚した。ここでも不思議な縁があった。 フランソワはかつて、アンナ・フォン・クレーフェと婚約したことがあったが、彼はクリスティーヌを選び、アンナとの婚約を解消したのだった。フランソワは1544年に、父、アントワーヌの後を継いで、ロレーヌ・公となったが、わずか1年後に没した。幼い長男が、ロレーヌ公・公シャルル3世となり、クリスティーヌは長く、摂政を務めた。クリスティーヌは、 ミラノコーヒ時代の家父財産として受け取っていたトルトーナで亡くなった。ありがとうございます。